はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということでコープスパーティー続きをプレイしていきたいと思います。はい、はい。でですね、ちょっと皆さんに言うことがありまして、これ撮るの2回目なんですよね。はい、前回のですね、撮ったデータをちょっと消してしまいまして、はい、消してしまってですね、ちょっともう一回やり直しなんですよね。これ全部一旦クリアはしてるんですよ。はい、なんでちょっとそうですね、どこまでだったかな、エクストラの11まではしたと思うんですけども、12からかな。はい、じゃあ12をやっていきたいと思います。まあ一度クリアしてるんでね、サクサクいけると思うんで。はい、じゃあエクストラの12スタート。田口さん、いつ帰るの？僕の顔見るたびにそれ言うのやめてくれないかな。あ、そうそう、田口、ずいぶん時間経ってるでしょ、うちに来て。田口、邪魔者扱いされたのね。確かまだ10分経ってないよ。ナホ君、そう田口君をいじめないでくれたまえ。明日も助手として僕の取材の手伝いをしてくれる予定なんだ。あ、先生、でも最近うちに来る頻度どんどん高くなってるし、そろそろ厚かましいかなーなんて。長いしすぎです。10分も経ってないのに長いしすぎってさ。普通自分で空気を読むものなんだけどな。今来たばっかりなんで。ナオくん。いつも僕にひどいことを言うナホちゃん、でも心の奥底には優しさが多分あって、こんなやりとりも含めてキビキ先生と彼女との3人での日常は何者にも変えがたい大事な大事な、記録だったんだ。モニターに映し出されているのはツンとした表情のさえぬきなほ。田口さん、今日の運勢って大吉だったっけ？せめて調べてから言ってよ。違うよ。あ、ちょっと飛ばしちゃったな。こと、カメラを階段に置く。楽しかったな。先生はどこへ行ってしまったんだ。どこへ行ってしまったんだっていうか、こいつが勝手に逃げただけなんだけど。ふと時計に目を落とす。時計はやはり止まっているけど、もうキビキ先生とはぐれてから丸2日ぐらいは経っているという実感はある。キビキ先生、キビキ先生、今何かいましたよ。どこだね。こっちです、こっち。あ、君、待ってくれ。大丈夫か。すみません、なんか踏んで。カメラ無事ですか。ああ。田口君、どこへ行くんだ。あの時キビキ先生の背後に青白い幽霊のものが見えて驚いて逃げ出した僕だが、その後幽霊どころか誰にも出会えていない。おぞましい人の亡霊やその死体を、何だったこれ、何だ、なんとかったような、あとなどゾッとする現場にはたくさん遭遇しているけれど、最初は特ダネだと興奮したが、そんなものはすぐ消し飛ぶことになる。すべての窓は開かないし、玄関や非常扉もびくともせず外へ脱出することができないと気づいたからだ。キビキ先生の気配はおろか、自分以外に生きた
人の気配を全く感じない冷たい空間。僕はこの真っ暗な建物にただ一人ぽつりといるんだ。想像すると全身の毛が逆立って吐きそうになる。背筋に氷の針を差し込まれたような悪感。僕はここで死ぬまで一人なんだ。はあ、なんでこんなところに来ちゃったんだ。特ダネが通りたかったからだろ。唯一の脱出法って言われてた逆打ちの仕方をなんで先に先生から教わらなかったんだよ。僕はどこまでバカなんだ。階段に置いたハンディカメラをもう一度手に取る。あの時僕が廊下に投げ出したカメラ、中に入っていたテープは誰かに抜き取られていたけど見つかってよかった。おかげで服のポケットに入れていたテープをこうして見ることができる。ボタンを押して動画を再生する。ナホ君ダメだ、そんなもので殴ったら田口君が死んでしまう。先生、私の付箋シール勝手に使うからでしょ。これさやかと愛子にもらった大事なものなんだから。土下座するよ、土下座するから。記録は動画に撮っておくときっと後で切り取られたいい思い出の時間になる。だから僕は写真よりも動画が好きだ。でも解雇ばかりしていたら先には進めないんだよね。思い出は前に進むためのガソリンでしかないんだ。頑張って動いてみよう。脱出して先生やナホちゃんたちとまた楽しく暮らすんだ。どこなの？ねえ、一人にしないで。あ、人の声、女の子の声だ。これナオミの声か。悪かったわよ、もうひどいこと言わないから。ここにいるの人だ。どう見ても人だ。やっと生きてる人に出会えた。それはもう人の声じゃなかった。女の子の口は女の子の大きく開いた口は顎が外れ、人の顔の皮膚はここまで伸びるのかと驚くまでに、ぽかりと開いたその穴をぐんぐんと開けていく。喉の奥から絞り出されるその声は彼女の声帯を壊さんばかりにブルブルと振動させた甲高いもはや音だった。なんだ、なんだったんだ今の。もう嫌だ、帰りたい。はい、ということでここからスタートですね。田口翔吾くん、くんじゃないな、田口翔吾を動かしていきます。はい、聖子が操られてましたね。どうやって行くんだっけこれ。そうですね、一回クリアしたとはいえちょっともう正直言ってしまうとちょっと前のことなんで少し覚えてないところが多いんですよね。どっちだったっけ、
こっちかな。多分こっちだな。うわ、ひどい匂いだ。こっちだったような気がする。う、なんだ、寒気がする。う、寒い、寒い、凍えそうだ。あ、そうか、こっちはいけないんだ、すいません。玄関か。ひょっとして出られるようになっているかもしれない。行ってみよう。あ、そうだ、思い出した。はい、これで下の玄関まで行くんですね。やっぱりダメだ、びくともしないや。そんなに甘くはないか。はい、でこれで戻ろうとすると、ユキに追いかけられるっていう。あぶねあぶね。あ、で、ちなみにこれで捕まってしまうとバッドエンディングです。あ、一回捕まった方がいいか。はい、じゃあ一回捕まります。これで一つバッドエンドを回収してます。これ何だったっけ。一応そうですね、あ、いや、エンドリストは最後に見るか。これがバッドエンドの一つですね。はい、じゃあこれでもう一度さっきのとこまで進めておきます。はい、戻ってきました。ユキに追いかけられるところですね。はい、これでまあちょっとある程度時間が経つと、わかりますかね、これ、これですね。うちへの扉は憎悪ある幻影だ、心を強く持ち頭から飛び込め、ということで、この下の扉と上の扉あると思うんですけども、もう一個のエンドを回収するために下の扉に行きます。扉ってこれ？幻影ってどう見ても本物に見えるけど。はい、じゃあ頭から飛び込みます。あごめんね田口くん、何回も何回も。はい、これで二つ目のバッドエンド回収ですね。はい、じゃあ、またさっきのところまで進めておきます。すいません。はい、戻ってきました。またユキに追いかけられるところですね。時間稼ぎをして、はい、で上の扉が正解なので、扉ってこれ？幻影ってどう見ても本物に見えるけど。はい、これで頭から飛び込みます。ああ、
嘘だろう。壊れた。そんな冗談じゃないよ。カメラが動かなきゃ僕は何のためにここにいるんだ。クソ。また女の子、さっきの女の子と同じ制服だ。また気づか、また気が触れてる子だと恐ろしいな。隠れて後をつけてみよう。はい、これで聖子の後をつけます。まださっきの子はいるかな。よし、いた。カメラ動いてくれ。ダメか。ん？なんだ？やっぱり様子がおかしい。声が聞こえる。ナオミ？お。はい。で、これで、確か用務員室に行くんじゃなかったかな。あ、いましたね。なんだあの部屋は。プレートがある。用務員室か。中を覗いてみるが人の気配は全くしない。入ってみようか。はい、目を合わせてはいけない子ですね、これ。彼の心は空洞、二つの目は無への入り口、心を強く持ち、決して目を合わせるな、ということで、この子と目を合わせると、バッドエンド3ですね。ちょっと、ちょっと、何ですかね。やり直すのがちょっとめんどくさいんで、ここはちょっとカットします。バッドエンドはもう出してあるので、最後に見たいと思います。で、この中ですね。誰もいない。さっきの女の子はどこへ行ったんだ。まさかこの中に。何もいないか。ん、なんだかこの中から空気の流れを感じる。はい、これはもう中に入るしかないですね。奥の壁が、押し入れの壁、押し入れの奥の壁を押すと簡単にベニヤの板が外れ、そのさらに奥へと続く通路が現れた。わあ、奥に進む。これは小さな洞窟の空洞か、まあまあいいか、洞、うん、のような、狭く暗い洞窟だった。用務員室の奥にこんな隠し部屋があるなんて。っていうか、なんだ、ものすごい悪臭だ。もしかしてここは昔のトイレ。あれははしご、上の方につながってる。この匂い、やっぱりトイレだよな。それにしても用務員室からトイレの下だなんて、これ盗撮でもしてたんじゃないか。最低だな。ん？はしごを見上げる。あ！そこにはさっきの女の子を抱え上げる大男の姿があった。大男の動きが止まった。はい、吉和が出てきましたね。なんだよあれ。はい、ここで吉和に追いかけられます。あー、やばい、こっちじゃなかった。ここで捕まると、もう一個のバッドエンドですね。
でももうここで捕まるわけにはいかないので、はい、まあ一回捕まってバッドエンドを出してるので、それも最後に見たいと思います。こっちでよかったかな。おお、なんだなんだ、あ、そうだ、階段には魔が多く潜む、気持ちを引き締めて足元をしっかり踏みしめよう。はい、ナオミがもうイカれてますね。つばいになり身を起こすが気力がつき、また這いつくばる。先生、僕はもうダメです。弱虫。田口さん、君は真帆ちゃん、どうして。田口の顔に安堵の顔、青野の色が浮かぶ。確か君には内緒で先生と二人で来たのに。先生とはぐれたのでしょう。そうなんだ。この空間は不安定で危険、あれほど言ったのに。同じ場所でも別の次元へスレッティングされると出会うことはありません。あなたは木引先生とここへ来た時とは別の次元のこの校舎に迷い込んでいるのです。この次元はあなたがここへ来たよりずっと以前かもしれないし、もしかしたら何百年も先かもしれません。本当に理解が早いのはあなたの長所ね。さすがゴシップライター。僕ここでこの田口ってやつが初めてゴシップライターの知ったんですよね。なほちゃん、出会えて嬉しいよ。追いかけてきてくれたんだね。とにかく一緒にここを出ようよ、先生を探して。なほは表情を変えずに押し黙る。なほちゃん、私はもう死んでいます。そんな。ナホの体を何度もつま先から頭まで眺め直す田口。正気のないその体はうっすらとホログラムのように背景にその輪郭をにじませていた。先生も、私が校舎を隅々まで探していますが、どこにもいません。ナホちゃんの霊力をもってしてもダメなのかい。少なくとも私はもう朽ち果てました。あひどいよ、どうしてこんな。下を見きうつむく田口。例になって分かりました。先生の生体エネルギーを感じません。もう亡くなられています。あなただけでも逃げ出す方法を探るのです。そして記録したものを持ち帰るんです。田口さん、先生も奈穂ちゃんもいない。そんな世界に僕だけ帰って何があるというんだ。僕にもうできることなんかないよ。もういいよ、全部どうだっていい。もう楽にさせてくれ。頭を床にこすりつける田口。しばらく腕を組んだ姿で見つめていた
ナホの霊だが、やがてカットに睨みつけると田口の目の前の床板が弾けた。弾けた板が床に落ち軽い音を立てて跳ねる。だから弱虫って言ってんだよバカ野郎。ナホちゃん、あなた、それでも私と同じ先生の助手。死んだ先生があなたを助けようとしてくれているのがどうしてわからないの。ナホが壁に向かって指さす。そこには血文字が書かれていた。あれは何度も僕を救ってくれた言葉。筆跡でわからない。あれは先生が助けてくれているのよ。霊体のナホが涙を流しながら強い口調で怒鳴りつける。そういえば田口はいつも見ていた。キビキのこの凛とした筆跡、え？なんだ？執筆じゃないな。そこから紡ぎ出される温かみのある言葉をの数々を、心を震わせる壮大な物語を雄弁に伝えるその生の原稿を。あなたが生きるのを諦めたら先生の気持ちは誰が受け止めるの。床に転がっていた子、転がった壊れていたカメラに勝手に電源が入る。死んだ私にはもうできない。あなたがちゃんとつないでよ田口さん。メガネを上げ制服の袖で目をこすり涙を拭きながら訴えるナホ。先生、カメラまで直してくれた。僕の使命は。カメラをナホの霊に向ける田口。正規の映像を撮ることだね。モニター越しのナホの霊がふと柔らかい表情をする。僕は田口翔吾、キビキコウ先生の助手でありカメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り何があっても撮り続けようと思う。最後まで記録し続けて。やめて。この事実を僕の生きた証として残す。なんだ。あの声、さっき泣きながら歩いていた女の子だ。追いかけよう。し続けて次の人に未来をつなげてもらうんだ。はい、これでエクストラのチャプター12をクリアですね。はい、ということでそうですね、ちょっとエンディングを見ましょうか。エンディングリストどこだったっけ。あ、これですね。正規の映像を撮り次の人につなぐということで、これがクリアエンドですね。で、バッドエンドが確か4つありまして、1個が出口に頭から突っ込み首を骨折して死亡。これが何ですかね。ユキに追いかけられた時に何ですかね、上と下に出口の扉があったと思うんですけども、下の出口の扉を選んだ時にこのバッドエンドになったはずですね。で、2個目がユキに捕まって舌と目を引き抜かれて死亡。田口くん結構ひどい死に方してますね。で、これが3回目、用務員室のところで男の子と目を合わせると舌と内臓を引き抜かれて死亡っていうことですね。田口くんすごいな、死に方がやっぱすごいな。で、バッドエンド、4が、吉和に
捕まってオーダーされて死亡ですね。はい。これが、バッドエンド4つですね。エクストラ12で見られる、バッドエンドです。はい。ということで、はい。ということで、そうですね。ちょっと、まあ、ちょっと長くなったので、一旦これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとベルマークの通知をよろしくお願いします。はい。じゃあ、これで失礼します。詰まったな。これで失礼します。さよなら。